はい、この動画はですね、あの、まあ、このサイト、ビデオの説明欄に、あの、リンク貼っておきますので、この、これのリンクだと思うんだけど、ちょっと、あ世界一簡単なサバリの立ち上げガイドあー。そうだな、読者の皆さん。 <laughs> ようこそサパリの世界、うん、たった3分であのサパリを遊ぶことができるようになる失敗しないガイドあるいは説明書をご紹介しますあ第1にサパリはこちらから入手してください宣伝とかはねあの出てきたら消し,消してくださいあダウンロードっていう青いボタンを押してくださいそして あその時に宣伝とか消して、で、OK とか、あの、あダウンロードした場所を開いたりなり、ラールファイルなので、そこはあの、まあ、ラールの開き方となると、WinRAR のソフトとか、えっ、ー、と、どうでしょうね。 何があるんでしょうね 7zip とか無料ですので簡単にあの回答できるんですけどここに入ってダウンロードこの 64bit が普通あの使われるんじゃないかな、うん、そしてそのステップは1分で終わるでしょうでこのディレクトリに サパリがインストールされるんです。えー、実行しなければなりません。その inst.exe。実行するとここにインストールされるんです。そして第2のステップはマルチユーザー機能を設定するためのロンランチャーを入手します。そしてこのランチャーを入手というテキストをクリックすると、えっ、ー、と、ここに ダウンロードボタンがあって、これをクリックすると、えー、っと、しばらくすると、OK とか。ね。で、中身は何でしょうかちょっと、ロードが遅い。あ、EXE で、ランチャー EXE。これがダウンロードフォルダに入ったら、それを立ち上げて、第3ステップ。ニックネームを入力する。そして、サーバーの IP、この2つからね、選んで、 コピーペーストするんですよ、えー。そのやり方っていうのは、えー、と、サファリランチャー、うん。ニックネームはこの欄。IP アドレスはこの欄。ワールドのせ設定はこのあドロップダウンリストから。そして新たにワー,ドワールドを追加することもできます。例えば、メイン。 足洗いになってますけどー。そうだな。結構簡単なんです。オフライン、オンラインと選べるんです。で、あの、そうですね。推奨されているのは、まあミレ、僕がね、<laughs> ミレニアムハイグレードパークとか。多少、 多少いいかな。うん、そして、まあ、この2つ、コーストのあ、コーストはこの IP で、パークはこの IP がいいんじゃないでしょうか。うん、最後に、あだからさ、さっきも説明したように、世界を選択し,選択して、OK を押す。うん、そして、このサイトに行くと、その第2のサーバーに どれくらいの人が続してるのか分かるんです、うん。そうですね。まあ、面白いかな。自分で判断して、うん、コースとポット、これは僕。うん。 お湯にでも入ったり、この、チャットとかしたり、ログとかもできるんです。はい、それじゃあ。